東京都の小池知事はたった今終わった会見で、今日新たに都内で感染が確認されたのは40人と発表しました。外出の自粛を求めた週末を前に、改めて命を守る措置だと理解を求めました。暫定の数字でございますけれども、感染者が40名という数字が出ております。週末におけます不要不急の外出をお控えいただく、命を守るための欠かせない措置だと。これに先立ち開かれた東京都の新型コロナウイルスの対策本部会議、今週に入って感染者が急増していることについて危機感をあらわにしました。23日からこれまでにない増加傾向になっております。一人一人の都民の皆さんが危機意識を高める感染の拡大に取り組む必要があります。また小池知事は、来週以降も週末の不要不急な外出を控えるよう都民に要請する方針を示しました。外出の自粛を促すためにこんな対策も。花見の名所として知られる上野公園、桜通り、これから閉鎖になりますんで、順次移動をお願いいたします。都は全ての都立公園で花見を控えることを要請。花見の名所として知られる上野公園や代々木公園などの一部の通路を通行止めにしました。閉鎖されちゃう。全然知らなかった。そういう前にこれでよかった。残念だけど、こういう時だからしょうがないかなっていう。一方、愛知県の大村知事、この週末の東京への不要不急な移動を自粛するよう県民に呼びかけました。愛知としても東京への不要不急の移動を自粛をしていただきたい。このほか東京近隣の千葉、埼玉、神奈川に加えて、新幹線での移動が楽な新潟や長野などでも週末の東京への移動自粛を呼びかけています。また東京都の小池知事は、感染者数の状況が緊急事態宣言に相当するかどうかについてはギリギリの段階ではないかとの認識を示しまして、ここをどう踏ん張っていくか対策を考えたいと述べました。たった今終わった会見でそう述べたわけですよね、はい。